オソン一世は、初代ギリシャ国王。1832年に、イギリス、フランス、ロシア間で行われたロンドン会議に基づき即位した。オーストリアのザルツブルクで生まれた。父は、ビッテルスバッハ家のバイエルン国王ルートビヒ一世。母は、ザクセンヒルトブルクハウゼン公女テレーゼ。兄に、バイエルン国王マクシメリアン二世。弟に、バイエルン摂政ルイトポルトがいる。 ギリシャ独立戦争の結果、オスマン帝国からの独立を達成したギリシャの政治体制について、欧州列強は君主国とすることが適当であるとの結論に達した。初代国王としては、東ローマ皇帝の血を引き、列強に対して、中立の立場にあるバイエルンの夫王子をオソン一世として即位させることになった。1832年、オソンは18歳になって間もなく、 当時ギリシャの首都が置かれていたペロポネソス半島のラフブリオに上陸した。彼の周囲にはバイエルンの宮廷から連れてきた多くの帝臣たちが付き従っていた。新国家の財政については英仏路三国及びロスチャイルド家が保障することになったが、彼らはギリシャの経済状況が思わしくないことを国王に示唆した。新政府が国民にかけた税金は、 オスマン帝国時代以上に重たいものだった。国王はギリシャの風習に何の興味も示さず、宗教もギリシャ正教に改修せずカトリックを信仰し続けた。ただし、ギリシャの文化在留室を防ぐための記念物法は1834年に施行されている。1837年にオソンはドイツを訪問し、オルデンブルク大公パウルフリードリヒアウグストの娘、 アマーリエと結婚した。結婚式はギリシャでは開かれなかった。新しく誕生した王妃は政治に干渉し、国民の君主制に対する支持はさらに失われていった。ギリシャの民心をつかもうとして、1841年にクレタ島を併合しようとした動きは列強によって制せられた。1843年、ギリシャからバイエルンの軍隊が撤退すると、 直ちに、ギリシャ軍によるクーデターが起き、憲法の制定を認めさせられた。憲法により設置された議会によって、さらに、英国艦隊がアテネ近郊のピレウス港を封鎖する事件が発生すると、国王の権威は、さらに弱まった。キリスト教国によって、過去の東ローマ帝国を再建しようとする夢を持っていたオソンは、1854年にクリミア戦争が勃発すると、 オスマン帝国に対して戦線告したが、結果は不守備に終わった。1861年にはディロシオスと名乗る学生が王妃を暗殺しようとしたが、彼の行動は民衆から看護で迎えられた。1862年に再びクーデターが起こると、暫定政府は国民議会の開催を決め、国王夫妻はイギリス間でギリシャを出国してバイエルンへと向かった。 亡命時のオソン退後も、オソンはギリシャの伝統衣装を着続け、1866年にクレタ島でオスマン帝国に対する反乱が起きた際には、自身の財産から武器を購入し、反乱側に手渡したと言われる。1867年、バイエルン北部のバンベルクで死去し、遺体はミュンヘンに葬られた。ありがとうございます。